エクソシストはキリスト教、特にカトリック教会の用語でエクソシスムを行う人のこと。エクソシスムとは近い厳命を意味するギリシャ語であり、悪魔に取り憑かれた人から悪魔を追い出して正常な状態に戻すことを言う。現在のカトリック教会では洗礼式の時に悪霊を拒否する制約がある。かつてはカトリック教会の下級除解の異解の一つとして存在し、 払い増しと訳された。また、日本の神道用語が転用されたことがあるが、キリスト教と神道は異なる宗教であり、全く別概念である。カトリック教会は、イエスキリストがエクソシスムをなされたのであり、教会は、ある時からの権能と職務を受けていると述べる。日本語の払い増しはかつてカトリック教会に存在した下級助会で、 トリエント公会議で定められた三つの下級除会の一つ。スモンの次の議会にあたる。悪魔を払うという意味の払い増しは名称として存在しても実際の職務は洗礼時に行われる悪霊の追放の儀式を取り行うことに限定されていた。時代が下るとその権能も拡大していった。払い増しになるとするプリを身につけることができた。エクソシスムは 奇跡ではないが、特別な剣能が必要であると考えられた。250年頃、教皇コルネリウスがイタリアだけの公会議を行った時の報告によれば、都市、ローマだけで死災46人、女災7人、副女災7人、自災42人、そしてエクソシストは56人存在したという。このようにエクソシストは、カトリック教会の黎明期から存在した役職であるが、 その役割は回収の補助であると考えられる。多神教であるローマの伝統的な信仰から一神教であるキリスト教への転換は決して容易ではなく、その修士会はその人の信ずる価値体系のトータルな変更を伴う。このような場合、人はしばしば重大な精神的危機に見舞われる。その一形態が憑依と呼ばれる狂乱状態であり、エクソシストは このような人たちの精神の不安を取り去るのを任務としていた。このように当時のローマに多数のエクソシストが存在していたことは、キリスト教がローマ人の間に着実に浸透しつつあったことの紛れもない証である。形外化していた払いマしという異界は、第二バチカン公会議後の教会制度の見直しに当たって廃止された。その後、設けられた 教会奉仕者という職務が、相撲や、払いましといった、下級助会の機能を引き継いでいるという見方もあるが、現行の教会法では助会及び異会に関して、司教、司祭、除災の異会があると述べているに過ぎない。1973年に映画、エクソシストが公開されると、当時の人々の間に、悪魔つきや悪魔払いに対する再認識が起こった。そのためか、 以降世界各地で悪魔笑いを求める声が起こるようになった。アジーラのサンフィリッポ彼の左手に福音とエクソシストのシンボル、シチリア5月の彼の名誉でお祝いルミナで、カトリック教会の儀式については、カトリック教会のエクソシスム、プロテスタントの用語については、悪霊追い出しを参照。ありがとうございます。